ジャパンラグビートップリーグ。ジャパンラグビートップリーグは日本における社会人ラグビー15人制ラグビーユニオンの全国リーグである。名称にが含まれるが13人制のラグビーリーグではなくラグビーユニオンの大会である。以前の各地域リーグと全国社会人ラグビーフットボール大会が発展解消し2003から2004シーズンから発足した。 16チームによるリング戦、リーグ戦、上位4チームによるトーナメントのトップリーグプレイオフからなる。七部宮ラグビー場、東大阪市花園ラグビー場など全国各地で行われている。ジャパンラグビートップリーグは全国の社会人チームの競合が一堂に会し、高レベルな試合を増やし、日本ラグビーの活性化につなげることを目的として発足されたものである。 2002年5月に日本ラグビーフットボール協会より発表された。初年度参加チームはによって決定された。1よりサントリーヤマハ発動機、サニックスの3チーム、2より産業電機、近鉄、NEC 利口、東芝府中、神戸成功が参戦を決めた。3については1のチームがすべて3位以内だったため、サニックスを除く3位である。 クボタワールド、セコムの3チームが残りの枠に入った。そして2003年9月13日、国立競技場におけるサントリー VS 神戸成功でトップリーグ開幕。2005から2006シーズンまではトップリーグとマイクロソフトカップは別個の大会であったが、2006から2007シーズンからはトップリーグのプレイオフとして、 マイクロソフトカップを開催することなり、2008から2009シーズンまで、これまでのトップリーグ、マイクロソフトカップ、日本選手権の3巻から、トップリーグ、マイクロソフトカップ、日本選手権の2巻となる。2007から2008シーズンから、タイムキーパー制が採用された。ジャパンラグビートップリーグの開催時期が、スーパーラグビーのシーズンオフであることから、 外国人選手の参加も多い。かつては移籍する際には元の契約チームから移籍承諾書を日本ラビー協会宛てに発行してもらわない限り新しいチームでの1年目は出場できかったが2018年2月にこの規約は撤廃されている。2017から18年シーズンよりトップリーグと地域リーグの中間に実質的な2部リーグとして ジャパンラグビートップチャレンジリーグが8チームで創設された。なお2019から20シーズンはラグビーワールドカップ開催のため2020年1月から5月に開催し、2020から21シーズン以降は企業主体のセミプロを維持しつつトップチャレンジリーグを含めたリーグ再編、これをトップリーグネクスト構想というを行い、 各8クラブずつの実力別3部リーグ制への移行を予定している。またその1部リーグをトップリーグ8とする過小案もある。これについてトップリーグは実力が拮抗した試合を提供し試合の質を上げることや日本代表の強化期間を増やし新たにワールドラグビーが2022年から設ける予定の国際大会。 ネーションチャンピオンシップが7から11月に行われることを想定し、それとの重複を避けるという観点もあったが、試合方式の折り合いがつかないため、2022年の創設は断念し、当面の間、無期限延期となった。その後、2019年7月28日に開催されたスポーツ、X コンファレンス2019で、日本ラグビーフットボール協会の生命や、 勝ツ副会長は、上記のトップリーグの3部制以降とは別に、2021年秋にラグビー新リーグを創設することを明らかにした。J リーグや B リーグのように、地域密着のクラブを中心としたプロチームにしていくことで調整しており、ラグビーワールドカップ2019開催地の12都市を中心にスタートする予定である。また国外からの有力なスター選手が、 参加しやすくするため、リーグ戦の期間は、従前のトップリーグと、同様9月翌1月を想定し、スーパーラグビーとの重複を避けたいとしている。トップリーグは、プロリーグの参加に置かれる、アマチュアカテゴリーとして維持することも検討されている。本年度は、ラグビーワールドカップ2019の日本開催に伴い、2020年1月12日から5月9日。 予定の期間での開催とし、2016から2017、シーズン以来3年ぶりに16チーム1回、総当たりリーグを行って、それをもとに優勝を決定する。日本選手権大会の扱いは未定。また今期は、リーグ戦に先立ち、下季の6月から8月に、トップリーグカップ2019を開催した。レギュラーシーズンは全チームとの1回総当たりである。 各チームのホームタウンでの試合もあるが、ホームアウェイという形ではない。トップリーグのリーグ戦では、勝ち点制度が採用されている。2005から2006シーズンまでは、リーグ戦のみでその順位で優勝チームを決定。ボーナスポイント。リーグ戦の上位4チームが、プレイオフトーナメントへと進む。プレイオフでは80分を終えた時点で決着がつかない場合、 トライ数、ゴール数で勝ち上がりチーム決め、それも並んだ場合は10分ハーフの延長戦を行う2006から2007シーズン以降。なお、延長戦を終えても同点の場合は、準決勝では抽選を行い、決勝戦は両者優勝となる。レギュラーシーズンが、下記のような2プール2ステージ制のリーグ戦に変更される。これまでの、 全チーム層あたりの方式ではなくなり、セカンドステージは、ファーストステージの順位によって、組み合わせが変わる形式となった。2015から16年度は、ラグビー、日本代表が9の10月のラグビーワールドカップ、及び2016年3月開幕の、スーパーラグビーへの参加の関係で日程が短縮されたため、セカンドステージ、ファーストステージの成績をもとに組み分けを、 決定を廃止し、ファーストステージ、試合方式、組分けの決定は前、シーズンと同じを行った後、その成績をもとに、上位、下位それぞれ4チームずつ8チームによる決勝、順位決定トーナメントを開催して、順位を決める。日本選手権も、この変則日程のために一発勝負に戻ることになったため、同シーズンのトップリーグ優勝チームが、 社会人代表として進出する方式に変更となったほか、地域一部リーグへの降格についても、通常トップリーグ通算再開、16位とトップチャレンジ1の優勝クラブとで行われる自動入れ替えを休止し、トップリーグ13から16位の4クラブとトップチャレンジ1参加の4チームによる入れ替え戦を行うことにした。2015から2016シーズンまで行われていた。 グループ制、並びにポストシーズンを廃止し、16チーム1回層当たり、全15節のリーグ戦のみで優勝を決定する。また、今年度は、ラグビーワールドカップ、日本大会の開催が予定されている全国12の自治体と初開催となる福井県を含め、全国33都道府県の47球場を舞台とし、過去最大級の規模で開催される。また、 競技規則が大幅に改定されている。これはトップリーグを世界基準に合わせて競技レベルの向上を図るとともに一部ルールをスーパーラグビーのレギュレーションに準じたものを採用する子によるもの。サンウルブズ並びに日本代表の強化期間試合日程の都合により2015から16シーズン以来となる2カンファレンスのリーグ戦を及びポストシーズン 総合順位決定トーナメントで行われる。2シーズン連続で2カンファレンスのリーグ戦を及び、ポストシーズン、総合順位決定トーナメントで行われるが、2019年9月に日本でラグビーワールドカップが開催されるため、日本代表選手の強化期間を確保するため、昨シーズン、2017から2018シーズンより1、ヶ月開催期間を短縮した。 2018から2019シーズンは前述した通り、開催期間が短いため、日本代表に選出されなかった選手を中心に11月と1月に、ジャパンラグビートップリーグカップ2018の2019、歌唱を開催することになる。開催要項及びルールは2015から2016年シーズンに行われたトップリーグプレシーズンリーグ2015と同じである。 2018から2019年シーズンのトップリーグ参加16チームを4チームずつ4組に分けての1回層あたりのプールリーグ、予選リーグとプールリーグの成績を参考に決定する順位決定トーナメントからある。プールリーグ終了時点における成績を参考にの4つの組に分かれて順位決定トーナメントを行い各トーナメントの決勝戦勝利チームを それぞれのカテゴリーの優勝チームとして表彰する。なお、総合順位は、それぞれのトーナメントの結果に基づき決定する。また、同点の場合は、サドンデス延長戦、先にトライ、ドロップゴール、ペナルティゴールのいずれかで得点を挙げたチームの勝利で、その場で、試合終了、それで決着がつかない場合は、喫キ緊キンコンペティションと題した、ゴールキック合戦を行い勝者を決定する。 2017から2018シーズンより行われるプレーオフ。このプレーオフはこれまで別大会として行われていたラグビー日本選手権と兼ねて行われる。2カンファレンス制で行われるリーグ戦の各カンファレンス成績上位2チームの合計4チームが出場。トーナメントで優勝を争い優勝チームがリーグ優勝及びラグビー日本選手権優勝チームとなる。 2005から2006シーズンまで行われたカップ戦。冠無リスポンサーは日本マイクロソフト。トップリーグの終了時点での上位8チームによって争われるトーナメント。対戦カードはトップリーグ終了時に組み合わせ抽選会をして決定する。ただし1、2チームは決勝まで直接対決しないよう組み合わせを配慮している。開催時期などから 全国社会人、ラグビーフットボール大会の後継大会といえる。大会自体の継続性はない。またこの大会は、リーグ戦とは別の大会、カップ戦という位置づけで、優勝チームは、リーグ戦とは別個で表彰された。MVP は優勝チームから選ばれる。上記の通り、リーグ戦とトップ8の優勝が異なったのは、第1回だけだった。2006から2007シーズンより行われた。 プレイオフ。トップリーグの終了時点での上位4チームによって争われるトーナメント。対戦カードは、トップリーグの1位、対4位、2位、対3位が1回戦を行い、勝者は決勝に進出する。上記、トップ8と異なるのは、レギュラーシーズンを予選リーグ、プレイオフを順位決定戦として連続したものとしたため、優勝チームがその年のトップリーグ王者となる。 2008から2009シーズンまではマイクロソフトカップとして施行されたが2009から2010シーズンから2013から2014シーズンまでは同社撤退のため冠無なしのプレイオフトーナメントとして施行2014から2015シーズンによりリクシルが新たに協賛に入りプレイオフトーナメントリクシルカップとして開催され優勝チームには シャーレとリックスルカップの像が贈呈された。2015から2016シーズン限りで廃止され、総当たりリーグ戦の成績で優勝を決定する、方式に変更になった。上記の通り、2015から16年シーズンは2015年、ラグビーワールドカップの開催、並びにスーパーラグビー参加に伴う日程の大幅、変更、短縮に伴い、 トップリーグ主催の新たな公式戦、かつ開幕前のプレシーズンマッチとする位置づけで、トップリーグプレシーズンリーグ2015と題したカップ戦をリーグ開幕前の9月4日から10月11日に実施する。2015から16年シーズンのトップリーグ参加16、チームを4チームずつ4組に分けての1回層あたりのプールリーグ、予選リーグと、 プールリーグの成績を参考に決定する、順位決定トーナメントからな。プールリーグ終了時点における成績を参考に、の4つの組に分かれて、順位決定トーナメントを行い、各トーナメントの決勝戦勝利チームを、それぞれのカテゴリーの優勝チームとして表彰する。なお、総合順位は、それぞれのトーナメントの結果に基づき決定する。また、同点の場合は、 サドンデス延長戦、先にトライ、ドロップゴール、ペナルティゴールのいずれかで得点を挙げたチームの勝利で、その場で試合終了、それで決着がつかない場合は、喫キ緊キンコンペティションと題したゴールキック合戦を行い勝者を決定する。日本ラグビーフットボール選手権大会には、大会開始当初はトップリーグの優勝から3位までに入ったチームとトップ。 8トーナメント優勝チーム及び株リーグのトップチャレンジ1位グループリーグで優勝したチームに出場権が与えられていた。ただしトップリーグ上位3チームがマイクロソフトカップを制した場合にはトップリーグ4位チームが繰り上げ出場トップリーグとマイクロソフトカップの2冠を達成した場合にはマイクロソフトカップ優勝枠にトップリーグ2位チームが入るという仕組みであった。 2003から2004年度はトップリーグ上位8チームと入れ替え戦プレイオフにコマを進めた株リーグの6チームが参加できたが大会のレギュレーション変更で見直しとなった2009から10年度から第4位までマイクロソフトカッププレイオフ出場チームの無条件出場は従来通りだが5位から12位までのチームはワイルドカードプレイオフと題したトーナメントを開催し そこで勝ち抜いた2チームが出場権を得る。2011から12年度までは5位から8位まで、もしくは5位から10位までのチームのみで行われた。トップリーグ上位進出チーム、プレイオフ決勝進出の2チーム以外は2回戦から、プレイオフ決勝進出の2チームは準決勝から登場する。ステップラダートーナメントが採用されている。なお2012から13年度まで出場できた。 トップチャレンジ1位グループ優勝チームは1回戦から出場していたが全国大学ラグビー選手権大会の上位出場枠の拡大のため廃止された。2015から2016年度は日本選手権が19期ぶりに社会人 VS 大学によるワンマッチシステムで行われるためトップリーグ優勝チームのみの出場だった。2016から2017年度は トップリーグから3チームの出場となる。2017から2018年度2018から2019年度はトップリーグの上位4チームのみでの出場となる。トップリーグとジャパンラグビートップチャレンジリーグ2015から2016シーズンまでは各地域リーグ間の入れ替えは自動昇降格と入れ替え線によるものだがシーズンによって形式が異なる。 トップチャレンジリーグへ、広角地域リーグへ広角。2018から2019シーズン、終了時点順位決定戦を含むトップリーグ規定の表彰懲罰覚規則によって、各種タイトルが表彰される。2007から2008年度までは、オールスターゲームと言えるものは行っていなかったが、2008から2009年度の初頭に、 ラグビーによる社会貢献を旗印にトップリーグ所属各チームの選手代表者が集ま、トップリーグキャプテン会議が発足。その活動の一環として、2009年3月8日に近鉄花園ラグビー場において、トップリーグ初のオールスターゲームである、トップリーグオールスター4オールチャリティーマッチが開催された。2014から15年度までは原則として、 トップリーグのホームタウン別、あるいは順位別、年齢別、レギュラーシーズンのグループ別などによって構成された2チームの対戦だったが2015から16年度以降はスーパーラグビーに参加するサンウルブズの総行試合を兼ねてサンウルブズとトップリーグ全16球団の選抜チームの対戦として開催されている。NHK や民放主要ネットワークは 初年度の開幕戦を除き全国放送を行っていない。一方、BS スポーツ専門局 J スポーツは開幕当初から注目カードの生中継を中心に毎節4試合以上、開幕節、プレイオフは全試合中継を行っていた。2006から2007シーズンは J スポーツにて開幕戦及び最終戦、マイクロソフトカップは全試合、それ以外は 毎節2試合以上中継。マイクロソフトカップ決勝戦はテレビ朝日や BS 朝日で録画中継され。なお、関西ローカルのみで ABC ラジオでも中継されたが、こちらは生中継であった。2013から14シーズンは、プレイオフではアフリカを放送地域とするスポーツ専門局、スパースポートと中東に放送地域とするオービットショータイムネットワークで、 生中継された。2016から17シーズンは NHK が BS1 で初年度以来開幕戦パナソニックワイルドナイツ対ヤマハ発動記事ビロを生中継した。また J スポーツが全120試合を中継し、毎節ハイライト番組も放送する。さらに当シーズンよりスポーツライブストリーミングサービスだゾーン。 ゾーンにて全120試合ライブ配信される。内容は J スポーツと同様の映像が使用される。ヤマハ発動機ジュビロ戦は静岡放送で適宜中継。2007から2008シーズンからは主に九州電力、九電ボルテクス戦を福岡放送が福岡ローカルで録画中継を行っている。また神戸製鋼コベルコスティーラーズ戦は MBS テレビと ABC テレビが関西ローカルで録画中継を行っている。テレビ神奈川は TV 系ラグビー中継として神奈川、東京での試合の一部を放送。現在の株リーグ、かつてあった株リーグ、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。